今は限りになりにてはべり、今は限りになりにてはべるありさまは、おのずから聞こしめすようもはべらんを、いかがなりぬるとだに、お耳とどめさせたまわぬも、断りなれど、いとうくもはべるかな。その手紙の文面ですね。もう、私の病状は、これが限りというふうな状態になっております。その様子はおのずからあなた様も聞き及んでいらっしゃいますでしょうが、私の方からいかがなりぬとだに大耳とどめさせたまわぬも、あなた様の方から一体どんなふうな病状でいらっしゃいますかということだけでも、私のところへお便りをいただきませんことは、もともと当然のことだとは思っておりますけれども、でも意図をくもはべるかな、私にとってはとてもつらいことでございますよ、など申し上げるにつけて、それだけでも柏木にとっては、今の柏木の病状にとっては苦しいことで、意味じゅうわのなけば、ひどく、このわのなくは、まあ、手紙を書いているその手が震えるということでしょう。ひどく手が震えるからして、心に思うことも、思うままに書くことができなくって、書きさせて終わりまで書く力もなくって、で今はとて燃えんけぶりも結ぼうれ、耐えぬ思いの名古屋のこらん、今はとて燃えんけぶりも結ぼうれ、耐えぬ思いの名古屋のこらん、今はこの世の最後だと燃え果てます煙も、それも燃えくすぶって、あなた様を思う私の絶えぬ思いは、なおや残らん、やはり燃え切ってしまわないで後に残ることでございましょうよ。今はとて燃えんけぶりも結ぼうれ、結ぼうれは感情を思う通り相手に伝えることができない、胸の中で鬱屈しているということと、火が十分に燃え切らないでブスブスとけぶっているということとかけていってるわけです。で、そういう次第で私の胸の中で耐えることのない思いのほども身の果ててしまいました後になお残ることでございましょう。思いだけが後に残ることになる次第でございましょう。哀れとダニのたまわせよ、せめて哀れとだけでもおっしゃってくださいましな。心をのどめて
あなたのその言葉一つで心を静めまして、人やならぬ闇に自分のせい、誰のせいでもない自分のせいで引き起こしてしまった恋ゆえの心の闇に心の闇ってのはこういう時のもう決まり文句のようなもんですね。恋ゆえの全く判断もつかなくなってしまったその心の闇路の道に踏み迷う、その道の光もしはべらん、そのあなた様の哀れと言ってくださるその言葉、そのお心を自分のせいで引き起こしてしまったこの恋の闇路の道の光といたしましょう。せめてその一言をと申し上げなさる。